神林町が戦闘要請雪風とか、ああいうこうなんかもう完全に人工知能の世界をだいぶ先取りして描いたの、うんまあ、失礼ながら年代にしてはすごいなと思ってしまうんですよね、うんうん、あれね。いや僕がね、しびれたのはやっぱり第2作のグッドラックってやつなんですけど、あのジャムとコンタクトするシーンのリアリティってすごいですよね、うん、あれをね、あそこまでこうリアルに描いたのって僕まだ他に読んだことないんですよ、うん、よく2001年宇宙の旅でもクーブリックはあの宇宙人出したくてしょうがなかったらしいですよね。でもいろいろ考えた末にドツボにはまって、要するに人間は見たことのあるものしか想像できないっていう見たことのないものが、まあ、そういうことなんですよね。で結局一切出さないっていうことになっちゃったっていう、うん、でもそれも本当にすげえなと思うのは、その AC クラークって、うん、1910年代とかの生まれのような人が、ね、あのビジョン書いてんのがすげえっていう